はい、じゃあそれではですね。第4問インターナルマーケティング、こちらの解説を進めていきたいと思います。で、まず設問1設問2ですね。それぞれ制約条件の一番上位段階としましては、今回この設問の中の大門上ですね。第4問のところに書かれているインターナルマーケティングについてっていうのがまあ、制約条件の本当に上位概念になってくるかな。ですから。 今回はインンターーナルマーケティングについいいてて書くださいねとこうきましたのでじゃあ皆さんあの問題文予見文書ですね予見文書のこれどこに書いてありますこれをまず探さなければいけないと。で皆さん段落分けしましたよね。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, というふうに段落分けしましてその中の今回書かれている段落は第4段落にありますよね。B 社では 指導員のこちら育成・知識・技術向上のために積極的に社員をと書いてある下りの文章の第4段落目ですねですからこのような問題が出た時にはこういうパターン非常に最近多いですから例えば平成24年度の問題ってありますよねそこでもまあインターナルマーケティングじゃなくて今度はコーズリレーティッドマーケティング。 これについてっていうところになってきたらじゃあコーズリレーティッドマーケティングはどの部分のどの段落のどの部分のことを指すのかというところをまずフォーカスしなきゃいけないですね。ですから80分という限られた時間の中でタイムロスしないためにはまずここで皆さんが考えていただきたいのはさあインターナルマーケティング来た段落分けした時に確か4段落。 ここにあったねとここをまずフォーカスしてあげてでそしてその中の文章を一旦ざっと読んでよしじゃあまとめるかじゃあどうやってまとめるかって言いますとこちらの制約条件に従ってまとめていきましょうと。とと早速見ていきますとこの 質問1ですね B 社はインターナルマーケティングとして具体的に具体的にですどのような方策を行っているかと具体的にどのような方策って形になってますんで質問1の回答を見て欲しいんですねでそうするとこれうまくまとめなければいけないしかし注意していただきたいのが2つ答えよとなっています。2つ ということはここで皆さんが注意しなきゃいけないのはどのような方策ここで2つという区分が必要ですよねどうやって分けるのかこれは本当にマーケティング流通に関する事例の中で毎回悩ましいところなんですけどこの分け方はあの申し上げている通り売上だったら客数×客単価ありますよね。 かける客単価とあるようにインターナルマーケティングだったらこちら39ページの回答を見てくださいサービストライアングルこれもパッと書けるようにしていただきたいとでこれを書いて回答作成の手順のところを見ていただきますと1マニュアル化で動機づけあとはもう1つが能力開発でそのうち何を使っていくのかなっていうのをこの第4段落の文章から考えなければいけないと。 ですからまずここで皆さんが思い出していただきたいのはどのような方策2つなのでだどういうふうにこの2つを区分していくのかと。でその時に区分の基準としましては二丸三という区分がインターナルマーケティングの中ではありますよとじゃあそれはなぜかっていうとこのコンタクトパーソナル CP ですよね。 接客要員とお客さんの間で何が生じているかというと、まあ、インタラクティブマーケティングとこういう形でマーケティング活動が生じていますよとならばその中のマーケティング活動を有効にするためにはインターナルマーケティングとして接客要員の要はモチベーションを上げたり能力を上げたりとかそういうことが必要ですよねとそのための3方策がこちら。 三つになります。マニュアル化と動機づけと能力開発と。まあ、こちらのね、回答の三十九ページに書いてありますので、一二三と略称させていただきます。じゃ、そのうち何を使うのかというふうに考えていって。第四段落の文章をありますね。精査していきます。この第四段落の文章を精査していきますと。ここで、皆さんはどこを使うかというと、まず一つが。 回答の中にもあるようにままず動機づけってていいうのが大体中心に書いてありますよねじゃあマニュアル化って書いてあるのかなと思うとあマニュアル化はないなと標準化とかマニュアル化っていうのはあんま書いてないなとであともう一つ書いてあるのが例えば経営者の視点とかそういったところを身につけさせるみたいなところがありますので能力開発ここありますよね今私が平社員だとします。そしたら 店長の視点を身ににつけるこれは能力開発になりますですから今回第4段落の内容に対してどうやって区分していくのかっていうところで考えていきますとここで考えているところでちょうどえっと2の「丸2」の動機づけとあともう一つが「能力開発」ですねと。じゃあその動機づけと「能力開発」のここで考えなきゃいけないのは効果って何ですかって言いますとじゃあ 丸二のところで今回能力開発の前に動機付けを行いましょうと言ったところになりますね動機付けじゃあ動機付けって何かっていうとまず一つがここに書いてあるよう回答を見てください技術研修に参加させっていうのこれを能力開発と考えていただいてもこれはいいかなと思うんですねでも今回私の中では回答でこちら見ていただきたいのが参加させて 資格取得者に報奨制度をこちら設けていますよと報奨制度を設けているっていうことはそれはやる気になりますよねこう皆さんだって会社で例えばね報奨制度があって中小企業をしない人っ,て言ったら例えば100万円出しますよっつったらガぜん盛り上がるじゃないですかこれと同じですそうするとそれは何かっていうと動機けですからこの2のところで出てくるのが、まあ、モチベーションと。 これがアップししまますすよとと向上しますとでもう一つこちら、設問の1のこの部分ですね、3に該当するところ、じゃこれは何かっていうと、店長をこちら、経験させると、で、経営者の視点から顧客サービスのこちら、重要性を実体験させる、すなわちここは能力開発です。ですから、モチベーションを上げることと、もう一つがやっぱり経営者の視点と。 これ非常にです、ね、小売業の中では重要な要素でありまして経営者の視点を身につけさせるということはこれどういうことなのかもうちょっと具体的にこれは今回の回答の中だとどちらかというとマス目が少ないのでそこまで書けないんですけどもっと多くの回答欄があった時じゃあ具体的にどうなのかというと例えばですね売り場の担当者の場合売り場の担当者の場合は 例えば私がそうですねあの木材の担当者だ専門知識もあるからいろいろとお客さんに対して自分の知識をもとにいろんなこうトータルコーディネートをしていくと、ね、それで客、まあ、単価を上げていくこんな流れになるかなとただもしかしたら私は木材とかあと金属とかそっちの方を売ってるとするならば他の売り場ってありますよね電動とととかかあとは園芸とか もしそちらにお客さんがわっと来ていた時にいや私はこの担当分野がメインだからこの売り場からは動きませんよという視点だとお店に対すする顧客満足度いいうのは落ちていきますよねでそれが経営者の視点店長とか経営者の視点を身につけることで時間帯別の従業員のこう配置これ小売業でものすごい重要なんですよ。 の最適化を図ろうと全体最適化を図ろうとまあこういったところにつながってきます。となると自分は自ら経営者の視点を身につけることによって他の売り場も意識しますよね。 この時間帯は園芸が多いからちょっと園芸側にシフトしてちょっとお客さんのね動向を見守っておこうとかこういうところが迅速なお客様に対するまあアプローチにつながってそれがサービスレベルの向上ひいては顧客満足アップという形でつながってきますよとこういったところがですねこの実はこちら経営者の視点の重要性となってきます。 ですから、まあ、今回は、ね、あの抽象的に経営者の視点というふうに書いてあるんですけれどももうちょっと具体的に本当に落とし込む問題に来たらそういう視点がです、ね、ぜひぜひ個々の売り場から店全体の視点という形で皆さんはインプットしてておいいくださいですから、まあ、今回、ね、モチベーションは OK なんですけど経営者の視点ですね。個々の売り場と 店全体と。これですね、個々の売り場から店全体を見ていく。ここにつながっていきますねと。はい。まあ、そんなところが一つ、今回設問一で。制約条件に基づいて、あとは回答の方を見ていただきたいと思います。で、そして、今度は設問の二になります。設問の二ですね。で、今回の制約条件は。 質問1で答えた方策ですのでまずこの「どのような方策」という部分ありますよねここが2つ答えましたでそれがそのままリンクしていきます質問1で,答えた方策でそれが具体的な効果として出てくるサービスにどのような効果として考えておりますよと効果があるのかないのかとここになりますよね。 でそのような形で見ていきますと今回ちょっと回答をまず先に見てください。でここではプロ業者と一般消費者の両者のここは標的顧客になりますよねですから39ページの回答の1行目の部分に「標的顧客」って書いておいてくださいここは試験員に対してドメインをしっかり分かってますよっていうところのアプローチアピールする文章ですよね。はい でそして技術的な質問や問い合わせに答えることができとで信頼関係が強化されるというところになってきます。こうで,すよ、ね、でここは何かというとモチベーションが上がるこの丸にじゃあどういうふうにモチベーションが上がっていったのかっていうと資格を取って報奨金ですよね。 でその流れでいきますとここ2をこちら側にちょっとすっ飛ばして書いていきますと先ほどの ② モチベーションが上が上るでさらに何につながっていくのかっていうとここですね顧客対応技術的なこの疑問や問い合わせに答えることができですからこれが何につながっているのか信頼関係ですねやっぱり店員さんの知識っていうのは私もですねスーパーマーパマケットの コンンササルティングをを実際に行ってリサーチをしたわけですよそうすると店員さんの知識っていうところは売り場におけるこう満足度にかなりプラスになるんですね実際にだから店員さんがあまり知識がなかったりするとその売り場に対する逆に不満足につながるとこういうねデータというのも実際に出てきますですからここに書いてあるように信頼関係の強化と。 これが強化されますよとちょっと下になりますね。ここがまず一つ。でもう一つが何かっていうと丸三。丸三の内容なんですが、今回丸三の内容につきましてはここですね。顧客対応力の向上ここがポイントですよね。要は視点が広くなるここですね。店全体の 支点になることによってどうなってくるんですかここに書いてある顧客対応力の向上これ大きいですよね でこれ私もですねあるスーパーマーケットのチェーンの中で実際に要は一般的な売り場社員に対して店長の視点とは何かというようなねこういったまあ研修とかあとは店長の視点経営者の視点を身につけさせるためにはどうしたらいいかと、まあ、こういった内容につきましてコンサルとかこれかなりですね需要としては非常に診断士としても多いんですね。でやっぱりこの顧客対応力の向上といったところ で最終的にじゃあ何につながるのかといったところで今回こちらですからここまでだけだとじゃあ実際に売上げとかどうなのっていうその最終的に売上げを上げていく効果にどうつながっていくんですかといったところは弱いですのでじゃあこれらの内容ここでも具体的っていう表現もありますからじゃあ効果としてどういう効果なんですかといったらこれがリピート。 率これを向上上させますよ上矢印です、ね、じゃあリピート率向上っていうことは既存のお客様が何度も来るっていうことだからこれ何ですか売上げ向上の中では客数の向上になりますよね。客数の向上ですからリピート率がアップするっていうことは客数のアップにつながってきますよとこうなります。でそれが この B 社が最終的にここ数年 B 社の売上高は少しずつ低下しているというこの8ページにある弱みの克服になりますよねなぜこの1文が8ページ問題文の予見文書の中にあるかっつったらやっぱり売上,上げ上げなきゃいけないじゃあどうやって上げるのかっていうのをここをまあ試験員対策上考えていくとマーケティングっていう学問にこうねフレームワークを合わせて分解してそれぞれで改善案を出して いいくくととう形につながってくるかなとですから客数アップひいては売上の向上というところで最終的には第4問がこちらつながってきますよと全体の一貫性でね。でこの一貫性重要ですからここでリピート率っていうのがポイントで新規の顧客を増やすってなると今のこの B 社の制約条件の中では難しいと。でですからマーケティングの中で もうコトラーさんの本にも載っているように実現可能性の高いものっていうのはやっぱり考えなければいけないっていうのはしっかりとですね前提としてあの皆さんも把握をしておいてください。はいじゃあそんなところがですね今回の内容でありましてよろしいでしょうかねあのインターナルマーケティングのサービストライアングルっていったところも合わせてこちら39ページの解説しっかりと読み込んでおいてください。じゃあそれれでででははすすね講義の方は終了にししていきますお疲れ様でした